はようございます。ちゃんくんには毎朝お薬という仕事があります、はい、今回のお薬は冷蔵をしなきゃいけないので1階の冷蔵庫から葵ママさんが取ってきてくれます。はい、ちゃんくん。なので今まであげてたのは、起き抜けのぼーっとしてる時にあげてたのであげやすかったんですが、どうでしょうか、ジャン君。もうだいぶ目が覚めちゃいましたね。今日も、これからパパママはご飯を食べに1階に行ったりするわけで、その間のジャン君に、何を見せるか考えや。これ毎朝のことになるからね。テレビにしてみるかな、どっちかな。それかモバイルの小さい音量でもいけるかな。できたらお手軽な方がいいんだよね。節電しろって国から言われちゃったので、直々に節電しろよなって言われたので、テレビじゃない方がいいのかな。テレビのワット数とちょっと計算して。はい、ジャン君、はい、こっちこっちへで。これ下に向けたい。あ、できた。うん、ジャン君。もっとこっちまで寄ってくれるといいな。じゃんくん、できたにゃ、いい子だね。はい、いいね。いいね、じゃんくん。これち、二つ。なんで？二刀流。はい、どうぞ。ジャン君、いい子だね。ジャン君はいい子だね。ポンもいい子だよ。ポンちゃんもいい子だよ。ねえ、いっぱい足に乗ってくれてありがとう、ポンちゃん。ちょっと重いけど嬉しいです。ねえ、ジャン君。まあ、ちょっと前に出るといいね。あれ、そっちじゃないよ。そっちに前。はいね。はい、ちゃんくん。ジャン君。あれ、なんであそこの下すごく明るいの？なんだろう。日が入ってるのかな。あ、あそこに灰が、うん。そっか、それで下まで明るいの。ジャン君。いつもそこはさ、よく見えないな。あら。なんか察知しました。これでしょうか。おいで、うん、ジャン君。ここで入っちゃうの、ジャン君。薬の予感がするから今度はおこたに逃げました。前のお薬はすごいちょっとだったからピッて終わったので、うん、あれだったけど、今回ちょっとだけ0.4cc とちょっとメモリ的にも前よりも4倍ぐらいなので、とにかく抱っこして抑えないとね。ジャン君、おいで。あれ、前のはね、これやろだから一人でできたのにな。なんかちょっとね、はい、こっちを伺っています。ポンちゃん追い出して、そっから。いや、ポンちゃんは追い出さないよね。一緒に寝たいんだもんね。ポンちゃん、薬飲ましてよ。ジャン君入ったな、あたちも入るって、そんな感じね。ジャン、ポンちゃん、ポンちゃん、あれ入んないの？見守り？ここでいいの？お見守りですか？ポンちゃん見守ってくれてんの？ポンポンポン、ジャン君を見守っています。いい子です。ワンちゃんはいい子です。いい子だね、ワンちゃん。見守りたいです。
ちゃんくん、ほらほら、ぽーちゃんなでなでしてもらってるよ。ほら、いっぱいなでなでされてる。ちゃんくんも出てきたらやっぱりなでなでするよ。たっぷりなでなでするよ。ジャン君が入ってるこたつに、こたつって言ってもこたつ型ベッドですけどね、にポンちゃんも入りました。二人でゆっくり寝ています。薬があげられません。ジャン君、薬今冷蔵庫から取ってきたのに。まあね、ちょっと冷たいからすぐはって思ってたけど、そろそろ平気そうよ。ジャン君出てきて。ちゃんくんでも起きてるよ、お目目開いてる。ちゃんくん、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 ちゃんくん言うからかな。ちゃんくんがこのおこたの中から出てこないのでですね、なんともうお昼近くなってしまってご飯が食べられていません。だったらちょっと路線を変えてですね、パパが先にご飯を食べて戻ってくるまでママはここにいるという形を取るかなと。で、薬は一人であげられるかもっていう話なのでやってもらうかもしれません。失敗したら失敗したでしょうがないです。それで、もしもパパが下に降りて、それの後にママが、降りる場合は、ここにある、モバイルで YouTube を、あ、YouTube 出しとけばいいね。YouTube で、また探さなきゃいけないのかな。あ、そうだ。あそこを出しとけるようにすればいいんだよね。これじゃなくて、ここの中の、薬の服用に関する問題はたくさんある。苦い、ざらついて不快、大きすぎる、溶けにくいなどの中の、の中の再生リスト、再生リストの中の生配信、これの昨日ここまで行ったから、これを薬が合わなかったんだねということ で飲み薬をいただいて、これをポーズ、にしときましょう。で、LINE はつないでいないんですが、100% あるので、1時間ぐらいは持つだろうと思いますので、よいしょ。クロケンパパは、まずご飯を作って食べます。ということで、マオイママさんお願いします。ジャン君はいいかね。出てきてくれてありがとう。ジャン君、いい子、いい子ね。ジャン君、ジャン君、お利口さん、お利口さん、ジャン君お利口さんね。いい子だね。いい子だよ、いい子、いい子ね。でした。はい、クシュ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 、ほんとだね、ジャン君クシュクシュです。ほんいい子だね。ほん、いい子よ、ジャン君かいかね。ほん、ジャン君リコーさん、いい子です、いい子です。ジャン君はいい子です。あ、ポンちゃんそこ行くな。ヘリコさんですね、ジャン君はね。ほいほい。ほいほいほい。ほいほいほい。ほい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 。ほいほいほい。ほんとだね、ジャン君。よしよし。いい子だね。ほん。気持ちいいね、ジャン君。気持ちいい、気持ちいい。はい、気持ちいいね。いい子ね。いい子、いい子ね。ジャン君はいい子よ。いい子、いい子ね。ほい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 。
はい、いくらにじゃんくん。よいしょ、はい。はい、いくね。おー、あー、リカさん。あー、いくだったね。めっちゃいい子。はい、リカさんね。はいはい。はい、リカさんです。いかね、治れ治れだね、治るといいね、早く治ろうね。いい子だからきっと治るよね、ちゃんくん。はい、気持ちいいにゃん。ここになんかちょっと硬いものがにゃんだろう。ちょっと硬い。なんかちょっとついてる。後で見ようね。後で見てみましょう。クシュ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 。よしよし。こだにゃん。こだにゃん。いこいこだにゃん。ペラペラ。この辺気持ちいいのね。首のこの辺気持ちいいの。気持ちいい気持ちいい。いいかね。いい子です。気持ちいいね。いい子だ。ねえ、ふんふんふん。いかだいかだ、いかだいかだね。よし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 、ひくひくね。くしゅりそんなまずくなかった？うんうん、カラリン。うん、気持ちいいな。いい子だね。はい。うん、いい子だね。ちゃんくんはいい子ね。はい、お利口さんね。くしゅ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 。はい。うん。くしゅくしゅです。うん。これ、犬や猫にもあるあにもっていうかの方がなのかちょっと詳しく知らないんですけどね、あるそうで、まあ、症状を見てみるとですね、症状っていうか、まあ、起こっている事象を見てみると確かにそうかもしれないなと。完全に室内飼いなので、外に来て、例えば縄張りとか行ってくるね。車とか接触とかそういうことでの不安やちょっと寒いね。ストレスではないと思うんですよね。そうなると裏返してみるとあまりにも、仲が良すぎて人とですね、パパママと仲が良すぎてちょっと離れると不安でしょうがない子になってしまったかもしれないということになりますので、今日は昨日ね、ちょっと、アドバイスをいただいた寒いからちょっとここ閉めるね、テレビやラジオをつけっぱなしにしておくのも手だそうですと、どっかにね、ネットに書いてあったということなんですが、テレビラジオではなくて、そういえばうちには強い味方がいてですね、YouTube、ジャン君の YouTube があるわけですよ。
それを流しっぱなしにしてみてはどうかなということで、パパママが同時にご飯を食べに1階に降りるときにですね、テレビから YouTube を流しておきました。ただ YouTube を流している間は見られないので、カメラを、画面全体を見せるではなくて音だけちょっと拾おうと思ってですね、ジャン君のアップの位置で置いといたんですが、多分ジャン君はすぐに、パパママがいなくなったら、ドアまで行くので、画面からは消えてしまうだろうと思うんですが、音声をね拾っておけるので、どんな感じかちょっと後で見てみようかなと思ったりしています。これが現状の感じですかね。膀胱炎の原因になるというのが寒さね、急激な寒さとかで、なるっていうこともあるので、確かに急に寒くなったんですよ、3週間ぐらい前ね。で、急に寒くなったねって言ったら膀胱炎の症状が出て、病院に連れて行ったら確かに膀胱炎ですと、血尿出ていますということで、薬を打ってもらって帰ってきたんですが、その日のうちに、カーペットもね、夏用から、冬用に仕様を変え、そして、猫用ホットカーペットですね、3つあるんですが、うち、各、ベッドごとに置いて、ぬくぬくこうスイッチングをしながらですね、いるときはあったかくするというふうに、したり、いろいろやっておりますが、なかなか思うようには、治ってくれていないので、これからはちょっとですね、毎日少しずつ検証してですね、その結果をもって病院に相談をして、あ、それは分離不安症ですかねっていうことになったら対処する、さあ対処どうするのかっていうことで、もしもジャン君の YouTube を、ね、流しっぱなしにしておくのがなかなか効果的だったってことになれば、それでするんですけれども、他に考えつくことがね、人間の形をしたぬいぐるみに、パパやママの匂いをつけたっていうのも一個考えとしてはあるんですが、その人形どうしようっていうことですね。今うちでは大きめの人形はハシビロコウの、ぬいぐるみだけですね、マオイママさんのお誕生日かなんかの時条件が、買ったやつなんですが、違うよ、いただき物だよ、ハシビロコウのぬいぐるみ。あれ、あ、僕が買ったのはあれか、ナマケモノか。そう、ナマケモノは、ナマケモノの日に買ったのか、私の誕生日だったか他の日だったか、まあとりあえずどっかの時にね、怠け物を買ったんだと、ハシビロコウはじゃあいただき物で、それがね多分家にあるぬいぐるみの中では一番人間に近い大きさでもないけどね、まあ一番大きいので、それかな、あ、 T シャツを着せるってなってるか、着ていた T シャツを洗わずに着せてしまえばいいのかな、というのもちょっと考えてね、ジャン君が、とりあえずその上に乗って寝てくれそうな感じにしておくとかっていうことでしょうか。なので、部屋の中にカメラを置いといてジャン君の様子を観察するっていうのをちょっとこれから少しやっていこうと思っています。明日、くしくもですね、明日アップする、動画がたまたまなんですけどね、3日ぐらい前の、動画なので、まだ、分離不安症、まあ、多少思ってるんだけどね、家に、部屋からいなくなった時どうなってるかなっていうのを、撮っておいたのがあって見てみたんですよね、明日アップするために。やっぱりね、ちょっと泣き方が、普通じゃないもんね、うちのジャックの場合、悲壮感漂ってる、ね、めっちゃ悲しそうになるから、これはやっぱりなんか、そういう気持ちで泣いてるってことはその間ストレスになってるのかなというふうには思いました。なので、明日ご覧くださいね、皆さんもね、ということです。まあ、一番の対処法はずっと部屋にいるが対処法なんですけど、または一人ずつ抜けるだよね、
時間をずらしてちょっとずつ外へ出なきゃいけない時はそれぞれどっちかが家にいると、そういうことぐらいしか考えつきませんが、もしも、完全に出かけなきゃいけない時は YouTube を見せるとですかね。そして角瀬さん手が外せずにいましたが、ハロウィンパーティー、聞かせてもらっていましたよ。あ、そうですか、よかったです。ふーたろうさん、パパさん、ママさん、皆様、ちゃんこ、こんちゃん、こんばんは、こんばんは。今日の夕食で、昨日買ったフィッシュ味を再チャレンジしましたが、激戦しました。それでいつものビューティープロフィッシュ味を手のひらに置いたら食べました。次にメディファス、アドバナイスグレンフリーフィッシュ味を食べました。読めなかった。今、好んで食べてくれるのはこの2種類です。どちらも、カブ尿路の健康維持用です。あ、いろんなのが出てるんだね。ちょちょちょ、男の子だからね。うさぎ月乃さん、ハロウィン、ライブのケーキを見てたら甘いものが、遅い時間に食べたくなって、あららら、コーヒークリームの、シュークリームを食べました。苦甘いクリームが美味しかったです。うまそうだね。ロケン好きそうだね。そうだね。何年か前には外側の生地がサクサクしているシュークリームが流行って、何度か食べてました。あ、ちょっと焼きの入ったやつとかね、りっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりになるかな。いやいや、そうでもない。お名前が違ってるから。あ、そうか、ルータンさんだよね。あ、そうか、うん、りっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。ロンドンスタッフさん、皆様こんばんはです。昨日は有料チャンネルなのに、開放ありがとうございました。片付けないんです。漢字表記、片付けない、またはこれは尊いかな、意味だ。片付けないのまた別の字なのかな。侍用語で相手に尊敬の意味を込めてありがとうを言う時の尊敬語です。ちょっと知ったかしちゃいました。失礼しました。片付けない片付けないは日常会話で使う人は出会ったことがないね。僕の知り合いでね、なんだっけ、受けたまわりましたじゃなくて、なんだっけな、あ、それ結構江戸時代っぽい喋り方だなと思ったやつがね、あったんだけど、お礼を言う時だったと思うんだけど、あ、そのうち出てくるかもしれないから今日中に思い出したら言いますね。でも、後々聞いてみると意外に、営業の用語では使うんだそうです。その今だけそんな言い方しないよっていうのがね、例えば営業って目上なのか取引先が発注側なのか受け手側なのか、あと年齢はどうなのかとか、役、とかね、役職がどうなのかとか、そういうことが、とてもこう微妙になってきて言葉の使い方が難しいので、いわゆる口語のような喋り方をしていると必ず NG が出ちゃうわけですよね、ものを知らないとね。なので、そういう形式ばった、儀礼的な言葉と言えばいいんでしょうかね、を、使うっていうことが分かりました。全然まだ思い出してないよあ、まあいいや、また後でね。ここでうーんってなってると脳に悪そうだからね。りっちゃんさん、あれ、りっちゃんになってる。あ、やっぱりそういうことなのね。本当は、名前が、何かで戻ったとかなんかしてるのかな。YouTube の側で何か動いてるかもしれませんね。なんかよくわかんないけど、時々 Twitter とあれ
ね、の対応方法ですかねについて、教えていただいた、テレビかラジオをつけっぱなしにしてみるの代わりに、ジャン君の YouTube を、流しっぱなしにしてみました、ちゃんとした動画としてはちょっと、完成できてないかもしれないんですが、例えば画面とジャン君を同時に撮るとかね、ジャン君の様子を全部終えるように撮るとかそういうことはできてないんですけれども、まあ、第1弾として、どんな効果があったかまた今日見てみますね。そして、明日アップするやつは、階段のところに、ジャン君がこう黒犬パパ、マオイママが部屋からいなくなると、呼びに来るわけですよね、鉄格子の向こうから、悲しい、まあ、もうまるで戦争映画か、そういう子供がパパママって言いながら戦地に向かうパパを見送ってるみたいな、そんなやつですかね、帰ってきてみたいなのをやっている姿をですね収録できていますので、それを明日お見せします。そこにんーちょっとね、テロップを入れようと、あんまりね、ジャン君の毎日の、日記、日誌系のとこには、演出は入れないっていうふうに決めていたんですが、なぜこの動画が回ってその理由はどういう意味なのか初めて見た人でも分かるようにね、テロップを入れて今こういう状況なんですっていうのを、分かるようにしちゃおうと思いました。というのもですね、昨日も情けない話としてしましたけれども、チャンネル登録者数全然増えてないので、まあそうね、ネタとしてっていう言い方は絶対したくないんですけれども、なんかわかんないけど猫の動画だなと思って見ているんではなくて、内容をちゃんと把握できる、把握していただくということも少し考えていかなきゃいけないなと思っています。で、まあ、冒頭のところでチャンネル登録をしてくださいみたいなのを入れた方がいいことは分かっているんですが、今のところまだ入れてません、一番最後の最後に最後の見た人がね、チャンネル登録をお願いしますって文字で書いてあるだけっていうのを載せているので、まあ、そんなことも含めてですね、チャンネル登録者数が爆発的に増えれば、ずっと家にいて仕事をするパターンが作れるわけですよね、営業に出なくて済むとか、よそで仕事をしなくていいっていうふうに考えると、ジャン君の、まあ、膀胱炎を、なくすためのストレス軽減になるかなと、まあ、遠い遠い先の話になるかもしれませんが、そういうふうに考えて、一人でも多くチャンネル登録をしていただけるように努力も必要かな。ちょっとジャン君の、ジャンケンポンチャンネルのね、僕の思っていたその、決め事っていうのを一回崩そうというふうに、まあ、ちょっとかたくなにやりすぎてるかなというのもあるんでね、というふうに考えております。ジャン君膀胱炎治そうぜ。さて、りっちゃんさん、ルータンです。はい、なぜだか分かりませんけど分かりました。にゃめてさん、こんばんは、ただいまです。はい、おかえりなさい。時代劇で泣いてないんじゃない、泣いてたか、はい、入ってください。寝てたんじゃないの、あ、ちょっとボリューム小さいね、やっぱりね。はい、わかりましたか、良い、宮本さん、昨夜のハロウィン配信ありがとうございました。楽しい時間を過ごせました。楽しかったですね。さて、今日ジャン君がどうしていたか、マオイママさんは後からこのセッティングをしてですね、下に降りました。その間どうだったかは後で録画でチェックします。私が思い出す、私も知らないの、また。いやいや、さあジャン君、お薬も飲んだって言ってたから偉かったね。そんで音的にどう？ちょっと誰もいなければあのぐらいのボリュームでもいいのかな。
で、どのような動画が、ジャン君のメンタルに効き目があるのかも、これからちょっとずつですね、検証していきます。ジャン君、ちょっとね、ご飯ご飯食べてくる。すっごく早く食べ終わってくるからね。よいしょ。なんかこれなんか出ちゃったよ、最近の YouTube の広告の表示に良いあたりを選んだ方がいいですか。さっきメール来たした。代わりに喋っとくからね、お願いしますね。そっちの方の話は、その言葉も、あ、そうそうそう、取引先の人に挨拶の時に、僕らのレベルだったら受けたまわりましたとか、そのレベル受けたまわりましたも、了承いたしましたとかね。だから了承じゃダメなのよ。了承は上からになるからね。あ、そうなんだ。あの、丁寧に言っても上から目線なの。そうではなくて、ものすごくへりくだった言い方をするので、うん、おお、どういうことかなと思ってたんだけど、意外とそれは使われるんだそうでね、僕の受けたまわりましたもちょっと言いにくいじゃない、あの語呂が、うん、メールはね、もう必ずどんな人からもう年上、あ、年下だろうが何だろうが、取引先の発注元の、人に返すときは受けたまわりました、すぐに対応いたしますっていうふうに戻すのね。で、了解しましたなんて、あの、口が腐っても、口が腐るはおかしい、舌が取れても、あ、違うな、ほっぺたが落ちても、口の裂けてもとか言うよね、今ね。まあ、やらないように。なんかね、事務所が代々木にあった頃には参加しましたとかって適当な、のを送ってた気がするな。だから仕事減ったのかな。でもそこにいた時はまだ仕事あったと思う。あったね、結構徹夜で働いてたね、うん、ゆうなごんさん、皆さんこんばんは、お邪魔します。ようこそいらっしゃいました、体調は大丈夫でしょうか、うん、あるところで知ったのですが、ジャン君と同じ症状の猫さんのお宅で、うん、シルケーンというサプリを飲ませて改善されているのを見ました。シルケーン、調べてみてください。ジャン君を大事に。ありがとうございます。シルケーン、シルケーン、シルケーンって覚えてください。シルケーン、私はシルクみたいだなと思って。シルク、シルク出てきたな。まあ、いわゆる精神安定剤的なものっていうのは、一応ネットには書いてあったんだけど、あまりちょっとね、怖いものは、自然由来だったらいいけどとは思うんですけれども、うん、はい、調べさせていただきます。聞いてみてもいいかも、ね、そうだね。まずはだから、その心理的なストレス、例えばさ、こう恐怖とかそういう方面じゃなくて、分離、あの、親と離れることが、不安でしょうがなくてストレスになるっていう、その症状に当てはまるのかの、検証を打ち出していかないと、こうなんですよっていうのは主観が入るからね。だってよく笑う子なんですよっていうさ、猫の飼い主の人が、さ、飼い主には笑ってるのは分かるんだ。それはね、僕も納得するんだけど、はたから見て、ん、顔変わってないけどなっていうのがあるわけ。そういう部分がね、主観が入るので、ちゃんとしたこう事象として動画に収めるとか、そういうことをやっぱしておくべきかなと。で、行った先で、何月何日のジャン君の動画にあるんですけどって言って、まあ、2、3分のところをちょっと見てもらってね、ああ、これはってなるか、いやいやこの程度はってなるか、まあそれはね、その都度ということでね。あの、膀胱炎にはならなかったけど、ポンちゃんが来る前にだいぶジャン君が慣れて、で、2人がその頃はまだ東京の頃は結構合唱団の練習に行ったりとかしていて、2人でいなくなることがあって、ジャン君が来る日から急に悲しげに泣くようになったんだよね。前はやったーみた
れてきたらちょっと寂しくなっちゃって、誰かもいないと泣くようになって、すごい悲しげに泣くようになっちゃって、でポンちゃんが来て、それがだいぶ収まったんだよね、少しね。ポンちゃん来てよかったねなんて言っててさ、ね、うん、一緒に遊んだりとか寝たりとかして、その辺の経緯の流れみたいなのをちょっと一回まとめてもいいかな、うん、ジャン君のことと、あとはポンちゃんね、うん、ポンちゃんもジャン君があまりにもいろいろ変化をするので、影に隠れているけれども、なかなかな、まあ、耐えるとか我慢するとかを繰り返しながらここへ来ているので、ここにはね、今のこの生配信にはジャン君、ポンちゃん、ウォッチャーの人たちが、いるわけだから、僕らでもつい忘れてしまっている、いつのどのタイミングでジャン君はこういう風になったとかね、まあ、ジャン君の思い出話をすれば、一番最初のあのシャーシャーとパンチね、あれがあまりにも印象深いし、インパクトが強いんですけども、だいたい1週間もすると全くの無口になったんだよね。で、まあ、シャーシャー疲れっていうのもあるんだと思うんだけど、あとは人がいることへこう慣れてきたと、あの顔が合う状態になるとまだシャーシャーは言ってはいましたが、1ヶ月を過ぎたぐらいで完全に何にも喋んなくなったんだよね。で、そこから2ヶ月後ぐらいかな、3ヶ月経って、まあこれはね、あのいつっていうふうにはまだ、見てみないと分かんないんですけど、あのこの間ね、3000本の中の2位になったやつかな、急にジャン君がニューって可愛い声を出し始めた日があって、うん、っていうのをジャン君のその心理的な動きみたいなのをまとめてみると面白いかもしれないね。でそこから、だん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 こう仲良くなっていきながら、ただでも触られると後ろ向きながらシャッて行ったりとか手が出たりとかしながらっていうのがあって、落ち着いた頃に今度はポンちゃんが出てきてですね、最初はポンちゃんに、警戒していたのが、興味が出てきてちょっかいを出して、ポンちゃんを外に出したら逆転してポンちゃんの方が追い回すという形になり、いやージャン君いろんなこと経験しちゃったね。その後もろもろあって、今度はお子たちが次々来るっていう事件がね、なんでなんでと思ったよねきっとね、ここんち猫だらけなんですけどってなったよね、そしてわーっと1年のうちに来てざーっといなくなるという事件ですね、うん、そして家が変わるっていう大事件ね、うん、どこどこだよね、ここどこなのになったよね。そして穏やかなジャンポン生活になりましたとさ、めでたしめでたしだと思ってたら、今度は分離不安症ですかからの暴行炎ですか、なかなか難しい。ジャン君は大変だ、火じゃなくてよかったねとか言ってたんだよね。そうだね、もうてっきり石溜まったと思ってまた切るのかってなっていたのが、石ではないですねが出たので、よかったよかった、じゃあ、ちょっとすれば治るわと思ってた。3週間ですからね、うん、難しい。まあこれでね、トイレにあんまり行かなくなってくれさえすればなんてことはないわけなんですが、だから寝てる、こうやって寝てると全く行かないしね。そうなんだね、うん、だやっぱりよく寝る子として、やってくださいやってくださいってなんだまあ宮舘さん、私も昨日の、昨夜のハロウィンケーキを見て、夜ご飯少なめだったこともあり食べたくなってしまいましたが、ミスド買い忘れたし適当な甘いものなかったし、結局食べずに我慢できました。おめでとうでいいのかな。まあでもね、何かが食べたいなと思ったのって数日間ぐらいくすぶっていてつい買っちゃうんだけどね。でまた、誘い水を出していますが、宮本さん、次は変なこじつけですが、実は変なこじつけですが、このところ結構いわゆるロケ弁を
昼夜残さずしっかり、食べているせいもあり、それにスーパーの長い休みだったのもプラスして、過去家にいると普段仕事に行くよりかは、食べてしまっていたので過去たり少なく、あ、じゃあせっかく糖質制限していたのに、ここしばらくで4キロ程度体重が増えてしまいました。いろいろね、まあ環境が変わるとね、そうなるわな。うさぎつきなさん、先月からソファーを探しています。アウトレット家具屋さんを見たのですが、なかなか気に入ったのが見つかりません。値段の問題もありますが、部屋が狭いのであまり大きいソファーは買えず、今日はニトリに行ったら高価のものばかりでした。ニトリはね、まあ、中古はないわけですし、まあ物がいいからね、安いなんかね、なんかコマーシャルとかではなんかさ、あのニトリでコーディネートすると、で、なんだ、安いって言い方じゃないけど、なんかお手頃で、まあ、でもこんなにできますよ。ソファーとかはね、そうだね、ちゃんと値段するでしょう、うん。色は黒がいいなと思っていますということですね。なんだろう、ネットとかの方があったりしちゃうのかな。まあね、ただ見た方がいいか、物の良し悪しがわからないから ね、ネットだと。そうだね。あとはまあリサイクルショップを、地道に回るってことになるかと思うんだけど、やっぱりどこがどっかさ、細かいところにこう壊れてる部分があったりとかあるかもしれないからね。ロンドンストックさん、ジャン君のホームアローナね、症候群は見てる方が辛くなりますね。この症状に、お悩みの飼い主さんは多いようです。何かいい方法があればいいな、どこでもドアがあればすぐにでも、抱っこできるのにということですね。あ、見守りカメラもなくはないけど、でも声を出してもあんまり反応しなかったよね。昔ですけどね、ジャン君がちょっと泣くのでいない時にね、自分で動画を撮ってジャン君ジャン君って呼びかけるっていう動画を流してみたんですが、全く反応なかったので、まあ、いろいろ検証を続けていきます。よその人にもね、それが、役に立つかもしれないからね、何かいい策が見つかれば。ケンマオさん、びっくりしちゃいますね、これは、不法侵入になりますねというですね。あ、どこでもドア、どこでもドアね。どこでもドアがニトリで売ってるようになったら、もうプライバシーというのは世の中からなくなりますね。しかも、3000円ぐらいでリーズナブルだったらもうえらいことだね。どこでもドアといえども、それはすごい困るじゃん。急に知らない人が入ってくるのも困るし、なんか悪い人がなんか宝石店に勝手に入っちゃうとかもあるかもしれないから、なんか行けるけど、すぐ行けるけど、そういうなんかお家とかお店とかは向こうが OK しないと入れないとか、なんかそういうのにしないとダメかもね。最近はパスワードでさ、理事なんとかかんかんとか、携帯の、メールが届くやつね、あれだいぶ慣れてきちゃったしね、もうなんか面倒せえとかって思わないようになったので、ああいう形でどんどん、なんかこう犯罪を防ぐというのはね、やるのはいいんじゃないですか。ただどこでもドアをもし発案できる人がいたらノーベル賞だからね、あ、発明できたらね。足腰弱るから、リアメタさん、しかも長男が先週まで帰ってきていて、遅い仕事帰りにたびたび美味しいものをお土産で買ってくる始末で、例えば私の好物ね、うなぎ、いいね、吉野家のうな丼とか、
このどうですか、この YouTube 違うかな、ジャン君とかって呼んだ方がいいのかな。今度ジャン君って連呼してる動画作るかね。また大変。